レッドベルベット、8月初旬にカムバック、昨日新曲のミリボルトを撮影、写真イコールオーセンドブレッドベルベットが8月にカムバックする。SM エンターテインメントの関係者は20日午後、オーセンに、レッド V、ベルベットが8月初めのカムバックを目標に準備していることは事実だ。最近、新曲のミュージックビデオを撮影した、と明かした。レッドベルベットは19日、京畿道、キョンギ道、立体で新曲のミュージックビデオを撮影した。昨年夏、ヒット曲、レッドフレバーが大ブレイクしただけに、R.E.D. ベルベットの夏のカムバックに音楽界の期待が高まっている。レッドベルベットは、カムバックとともに2回目の単独コンサート、REDMARE を開催する。新しいアルバム作業とコンサートの準備など、ファンに会うために邁進している。特にコンサートで新曲のステージを公開すると知られ、関心が高い。レッドベルベットは爽やかで発達とした個性とエネルギー、実力を持ったガールズグループとして人気を博している。レッドとベルベットのコンセプトを行き来し、様々な魅力をアピールしている。レッドフレバー、に次ぐ夏のヒット曲が生まれるのか、注目が集まっている。